そう、これ聞いたとき、なんか、地球は、なんか、お邪魔しに来てる感じだから、そこまで、はい、皆さん、こんにちは。ゆうすけのえんチャンネルのゆうすけです。いつもゆうすけのえんチャンネルをご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。チャンネル登録者数もですね、本当に増えていて、嬉しい限りでございます。2024年ですね、この動画公開された年も、引き続き定期的には動画を上げていきたいと思う次第でございますので、引き続きご支援、チャンネル登録の支援、拡散とかもですね、よろしくお願いいたします。で、今回なんですけど、今回、スターピープル、スターシードの特徴シリーズをお届けしたいと思います。で、今回はオリオン星人について尋ねてみましたという内容になりますが、このシリーズなんですけど、他の動画ね、見てくださっている方は大体わかると思うんですが、万が一、初めて来てくださった方向けにお伝えしておきますと、私がこれをまず書き上げます。台本みたいなもんですね。書き上げてます。で、ウェブサイト上に公開されております。で、その時に書く内容っていうのを受け取って書いてます。だから、世の中の他の人が書いているものをまとめたとか、そういう感じではなく、ほぼオリジナル。だから、他の方の言っているオリオンとちょっと違うとか、え？って、オリオンそんなんじゃないとか言う人もいるかもなんですけど、そこはまあ一種のエンターテインメントを一つの、こう、アンサーじゃないんですけど、一つのこういう話もあるんだぐらいに、温かい心で受け取っていただけたら嬉しいです。で、早速なんですけど、今回3つの質問しておりますので、1つ目から順にご紹介していきたいと思います。で、まず1つ目なんですけど、オリオン星人と食べ物についてお届けします。食べ物に関してなんですが、読みます。地球の食べ物は美味しいが、自然由来のものが良い。人間が作り出したものはどうにも、てんてんてんって書いてありますね。読んでいきます。地球の食べ物は美味しいのだ。なるべく多くの食べ物の種類を食べたい意識がある。バイキング、ビュッフェなどもオリオンの影響で好きになるものもいる。ただし人間が作り出した明らかに人工的すぎる食べ物については受け付けないようだ。とはいえ、最近の成功なので、じっくりと観察しないと見抜けないらしい。スターシードだから見抜くのは容易じゃないかと思うだろうが、それは違う。人間も人間で努力をし、本来の食べ物の近くのように、本来の食べ物に近くなるように研究しているからだ。とはいえ、あからさまなのがわかるので、うっとなるだろう、ということです。だからね、オリオンって、自分、別の動画でさらっと言ったことがあるんですけど、オリオンって結構食べ物に関して、結構、まあ、シリウスほど、てかシリウスとはまた違う別軸で、結構こだわるというか、結構いろいろ食べたいらしいんですよ。同じものだけいっぱい食べる続けるとかじゃなくて、いろいろ食べる。でもその時にちゃんとしたものかなっていうのを確認しがちらしいんですね。だから、こう、作られたっていうか、人工物とか、これは何だとかいうものとか結構気にするっていうのを聞いた記憶があるので、補足で伝えさせていただきました。で、次の質問。次は、2020年代の地球をどう思ってるか。答えが過ごしやすい。過ごしやすいというと、そもそものスターシードの人々は過ごしにくいだろうという。ただ、時代の流れを見てほしい。今の時代は100年前などと比べれば、格段に
過ごしやすい。そして2020年代の地球は今までの常識や概念が崩れるだろう。その波に乗って楽しむことができるのもオリオンではないだろうか。破壊もすることができるし、想像もできるのがオリオンだ。お忘れではないだろうか。元々の構造が崩れかけているので、一度破壊し、想像して過ごしやすい世界にしていくのも。おっと、これはオリオンの誓いで、個々の使命にもよるので、まとめて話すのは誤解を生むのでやめておく。破壊も想像も自身でできる時代だとだけ覚えてくれればよい。とのことでした。なんだろうね。なんかこれ聞いたとき、なんかね、なんかいろいろオリオンの誓いっていうのがあるのかよくわかんないんですけど、オリオンがまあ地球に来るとき、影響を受けてるとか、オリオンパワーをもらうとかわかんないんですけど、そういうときに、ここでのーちゃんとこういうことをしたいですとか、こういう使命ですとかを言ってくるから、一概にこの今回の話を信じすぎるとかなんか、ここにもいろいろあるからっていう感じで聞いたかな。で、覚えておいてほしいのは破壊も想像もできる時代だよって、自分自身でできるよってだけ覚えてくれればいいとのことでした。ね、それだけで伝わるらしいので、それだけお伝えしておきます。で、最後、人付き合いについてですね。オリオン流の答え。人付き合いは遊びでゲームである。地球での人付き合いは遊びだ。地球でのエッセンスだと思うと良い。もちろん毎回毎回が遊びというと疲れてしまうので、ゲームをふんだんに楽しめる時期と、そうでない時期を見極めると良い。所詮はと言っては元も子もないが、我々オリオンは地球にお邪魔している身でもあるから、そこまで地球人との付き合いにまっすぐになりすぎなくて良いだろう。それよりかは同じようなスタイルかける地球人のものを探し出して交流する方が良いだろうとのことでした。そう、これ聞いたとき、なんか地球はなんかお邪魔しに来てる感じだから、そこまで、なんか、まっすぐに付き合わなくてもいいんじゃないみたいな、そんな感じをね、教えてくれてました。で、相手がそういうスターシードとか、わかるとか、スターシードとか、同じような気質を持ってるっていうのは、オリオンは受け取れるから、そういうものと一緒に過ごす方が、楽じゃないかっていうのをすごく教えてくれてました。だからオリオンとかつく人、オリオン星人とか言われたり、オリオン星だって自覚したり、オリオンの影響を受けてますって言われた人は、より仲間を探したがるったら失礼ですけど、仲間と一緒に何かやりたがるんじゃないかなと受け取りました。そう。だからそれから個々の使命とかがいろいろ重なり合って、オリオン教じゃないんですけど、なんかそういう感じの雰囲気がありました。っていう感じかな？うん。まあまあまあ、語弊があったら申し訳ないんですけど、まあそんな感じですよ。伝わっていただければ嬉しいです。で、ね、ということで3つ質問をお届けしました。今回オリオンの内容なんですけど、まあ自分も不思議に思いながら聞いた部分もあったり、ええー、と思いながら受け取った内容もあるので、よりオリオンのね、その言われたことがある方とか、オリオン星人ですとか、オリオンの影響を受けてるとか思った方がよく補足とかしてくれたら、まあまあ、より動画の深みが増すと思うので書いていただけたら嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画のチャンネル登録、まだの方、このチャンネルですね、登録していただきたいのと、あとは動画のいいねボタンですね。いいねボタンを押していただきたいです。いいねと思ってくださったら、ぜひ押していただきたいのと、あとは拡散ですね。オリオン星人の方へ拡散していただけたら嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はゆうすけのエンチャンネルのゆうすけでした。また、次の機会にお会いしましょう。またね。
チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画もよかったら見てくださいね。コメントもお待ちしてます。またねー。